食食者誘導性植物揮発性物質とは、植物が昆虫などに食害された時に特異的に生成する、食食者の天敵を誘引する働きがある揮発性の化学物質である。本項目では、以下、ヒプブスと表記する。食食性昆虫タバコスズメがマンデューカセスタの幼虫に寄生するコマユバチカの幼虫。 食食性昆虫である白一文字与党の幼虫植物の生、科学的な防御は物理的防御に次ぐ防御機構で常に存在する工場的防御機構及び攻撃に応答して引き起こされる誘導的防御機構がある。誘導的防御機構では動物や昆虫、病原体などの存在を感知し、それに応じて遺伝子発現や代謝を変化させることが できる特異的な認知機構とシグナル伝達経路を要する。また、防御機構には直接防御と間接防御があるが、間接防御は揮発性シグナルの放出により、食触,触性昆虫の点滴を誘引することによって行われる。食触,触性昆虫による食害に応答して誘導。 放出される物質は揮発性有機化合物と呼ばれ、自然界で複雑な生態学的機能を担う二次、代謝産物の一つである。多くの植物は、食食性昆虫に襲われた際に、特定の組み合わせの揮発性有機化合物群を放出するが、これがヒップブスである。ヒップブスは、緑の香りと同様に、テルペノイドやアルカロイド、 フェニルプロパノイドなどの主要な二次代謝経路上の物質を含む。捕食性生物や寄生性生物の中には、自身の獲物や子孫の宿主を見つけるのに揮発性物質を使うものがおり、ヒップブスは攻撃してきた、食食性昆虫の天敵となる、寄生蜂などを誘引する機能を持つ。例えば、白一文字与党スポダプターエキシーグ類の幼虫の、 唾液に含まれるエリシターであるボリシチンは、トウモロコシゼアメイズでは捕食寄生性昆虫を誘引する、揮発性物質の合成を誘導する。微量のボリシチンを処理したトウモロコシの芽生えでは、テルペノイドが比較的多く放出され、小さな寄生鉢である、大タバコガコマユバチマイケロプライタスクローシャイプスを誘引する。同様に、ハスモンヨトウ、 スポダプターアリトラに寄生する蜂であるカティナ、マージニー・ブントリスは、トウモロコシが持つテルペンシンターゼ TPS10 を生産する白いヌナズナ・アラビダプシス・サリアナに誘引されることが知られている。ヒップブスは、食食性昆虫に襲われた植物の葉、花、果実から大気中に放出されるが、地下部でも根から土壌中に放出される。地下部で放出されたものも、 昆虫寄生性線虫を誘引することができる。例えば、トウモロコシの根に寄生するネキリハムシの一種ダイアブロッティカバージフィラの幼虫による食害ではベータカリオフィレンが放出され、これが線虫ヘタアラブダイタスメイヒーデスを誘引し、D バージフィラの幼虫を捕食することが報告されている。植物は食食者の種類を識別することができ、 同一の植物であっても食害する食食者の種類によって揮発性成分の組成が異なり、この相違が天敵の誘因に深く関わる。食食者の唾液などにも含まれる成分と食害様式が植物に異なる反応を引き起こす。例えば、グレートベースンに自生するニコシアのアテヌアタは食害を受けると昆虫の中枢神経系に 毒性のあるニコチンの合成量を増やすことで、食食者からの防御を行うが、ニコチンに、耐性のある臨死目の幼虫に対してはその天敵を、誘引する、揮発性のテルペンを放出して、これに対抗する。ヒップブスは、捕食性節足動物や寄生性線虫、食虫性の鳥類といった天敵の誘引を行う、植物。天敵乾燥後作用だけでなく、同種の近隣の植物や、 植物規制性の双本植物の群衆に高度上の変化を引き起こす植物、植物間相互作用、そして植物、外中間相互作用や植物微生物間相互作用も媒介し、生物間相互作用ネットワークに複雑な影響を与える。例えば、植物同士では、遺憾束のつながりを遮断して、高度に区画化された植物個体内や、 少し離れた他の植物個体への全身性防御応答の情報伝達物質としても働く。ヒップブスによるシグナルは、それを受信した植物に、食食性昆虫に対する防御応答の準備を促進する。それを受信した植物は、食食性昆虫に攻撃された際、より迅速で強い応答ができるようになる。また、害虫であるメスの輪の産卵の際に放出され、 メスのガに対して、寄避物質として働くものもあり、産卵、接触を防ぐ。そうした物質では、揮発性物質にもかかわらず葉の表面にとどまり、その味のために、接触妨害物質として働く。セスキテルペンであるデルタカテニンの構造式アルカロイドであるインドールの構造式、ヒプブスは低分子化合物であり、主にテルペノイド、フェニルプロパノイド、ベンゼノイド、 脂肪酸やアミノ酸の誘導体に属する。ヒップブスとされる物質には、以下のようなものがある。天敵が介在する関節防御機構により発せられる香りは、障害を受けた植物から放出される青臭い匂いに加え、ヒップブスであるインドールやセスキテルペンにより甘い花のような香りがする。ジテルペンなどの生合成に関わる m e p 経路ヒップブスの生産には、 ジャスモン酸やエチレン、サリチル酸などの植物ホルモンがシグナル伝達物質として作用していると考えられている。モノテルペンとジテルペンは通常プラスチドで行われる MEP 経路で生合成される。モノテルペンはゲラニルにリン酸から、ジテルペンはゲラニルゲラニルにリン酸から生合成される。セスキテルペンは細胞質でパルネシルにン酸から、 MVA 経路で生成される。ジャスモン酸とその線具体はヒップブスを潜在的に誘導し異なる遺伝子群を活性化しテルペノイドの合成につながる。フェニルプロパノイド、ベンゼノイドは L フェニルアラニンが L フェニルアラニンアンモニアリアーゼによってトランスケイヒ酸に変換され、それがメチル化や水酸化によってヒドロキシ経ヒ酸となりそこから生成される。 中間産物として放出される。脂肪酸誘導体は、リノレン酸やリノレン酸から、リポキシュゲナーゼによる二酸素化によって生構成される。アミノ酸誘導体は、アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、メチオニンなどのアミノ酸に由来する。ありがとうございます。